はい、皆さんこんにちは、ミスタープランクスです。はい、今回はですね、楽天市場の方でまあタブレットを買いました。はい、タブレットです。はい、まあまずなんで買ったのかと言いますとですね、はい、まあ本来ちょっと僕3日ほど前にテストが全て返ってきまして、まあテストだの勉強期間だったんで、まあ動画とか出せなかったんですけど、でテストで400点以上取ったらスマホが買ってもらえるっていうわけだったんですね。はい、誕生日プレゼントとクリスマスプレゼント合わせて400点以上いたらスマホ OK だった。まあ今回1万円って決まってたんだね。クリスマスプレゼントが1万円と決まっていたんで、まあちょうど1万円で買えるスマホ、まあしかも新品があったんですが、なんとこれ残念なことに、なんと行かなかったんですよね。400点5教科中間テストだったんですけど、はい、点数はですね、まあ惜しいことに、まあ惜しくはないんですけど388点というですね、まあ非常に残念な結果になりましたね。はい、388点で12点差じゃんみたいなでスマホがダメになりまして、でまあタブレットはいいのって言ったら、タブレットはいいと言われたんで買いました。まあなんでタブレットはいいのかというのは、まあ画面がでっかいから、そんなちっちゃいものを凝視するわけじゃないから、まあいいやってことで。でした。はい。で、今回買ったタブレットなんですが、こちらが、なんと、激安の9850円という、まあ随分と安い値段でね。しかもレビューを書くと、さらにキーボード付きケースが付いてくるという。はい。安いですね。まあ中国製の言動という会社なんですけど、まあ聞いたことないんですけどね。はい。で、そこで買ってみました。そしてお客様満足度が 92%。92% という。しかも、評価がもう5だったんで、まあ、買いました。はい。本当に。まあ、残りの 8% どうなのか知らないけど。では、早速開けていきたいと思います。はい。まあ、いつもながら僕の話は結構長いですね。なんか、語っちゃうっていうか。よいしょ。で、開けていくことにしましょう。まあ、言動って聞いたことない。しかも、今回、さらにですね、1.2 ギガのデュアルコア CPU を積んでいるということで、まあ、早いっちゃ早いですね。はい。クワッド版もあったんですけど、それじゃあ1万円オーバーしちゃうんで。はい。というわけで買ってまいりました。おっと、ちょっと中の方にプチプチが入ってますね。プチプチが。じゃあこれを取っていくことにしましょう。ちょっと倒れかかっちゃって。ちょっと三脚がちょっと倒れかかっちゃっていいんですけど。よいしょ。まず、ちょっと、個人情報の方を取りまして、はい、まず、これは、何でしょうね。これはなんか、あ、これ多分充電器ですね。じゃあ、まず付属品の方、開けていくことにしましょう。はい。まあ、こんな感じで、これ充電ケーブルだな。充電ケーブルが入っております。はい。まあ、これが充電器。まあ、普通の AC アダプターですけど、ちょっとこれ折れやすそうだな。まあ、大丈夫かな。まあ、なんかこれは、普通にありそうな気分で、これがでかいですね。キーボード付きカバー。あ、でもこれタブレット意外とでかいかも。でかいかも意外と。で、はい、こちらですね。はい、来ました。タブレット。今回買ったのは言動のビードなんだっけ、なんだっけ、名前がわかんないけど、 SN70 衝撃 S というですね、タブレットを購入しました。はい、結構これ片手で持てるサイズですね、箱だけで。はい。じゃあ開けていくことにしましょうっていうか、まず先にこっちの方を開けていこう。まず先にこっちの方を開けていく。キーボード付きカバーということなんですけども、まあ明日、ちょうど友達と歩いて神社まで歩くんで、じゃない、神社っていうかなんだ、大仏のいるとこまで歩くんで、はい。お、結構、これは結構いいな。これは結構いいかもしんない。なんかサーフェスみたいな感じ。お、いいですね。いい。なんか、これちょっと高級かも。ちょっとこれ高級かも。で、はい、こちらですね。まあ、ここに、ビード、剣道と。まあ、なんか、中国製にしてはなんか、やたら、いい感じの箱だけど。まあ、あ、意外といい。意外といい。はい、来ました。はい、こちらですね。こちらが、剣道タブレットですね。はい、いきなり本体出てきちゃったんで。はい。で、なんかパソコンとつなぐケーブル。で、なんかビード剣道と書いてある。
やつですね。ちょっと、Android でも 4.2 って結構新しいな。で、合格証。まあ別に中国のその会社が合格したんだから別にもうどうでもいいんですけどね。そんなの。どうせ、チャイナクオリティですから。よいしょ。まあこんな感じでありますね。はい。では早速、ちょっと反射やばいかもしれませんが、こちらが本体になりますね。よいしょ。おぉ。これいい。片手で持てる。これ片手で持てちゃいますね。これ普通に。普通にこれ片手で持てちゃう。いい、これは。まあちょっと反射ひどいけど。じゃあちょっと、じゃあまず、この、裏に B 銅って書いてある。B と原銅と N70 装備ケース。で、ここに、まず、電源ボタン。電源ボタンに、スピーカーをつなぐ端子。そして、マイクロ USB をつなぐ端子。そんで、これが充電器をぶっ刺すところ。で、これが、音量。で、これが、メモリですね。マイクロ SD カード 32GB まで入れられる。まあ、内蔵メモリ。あれとは別に、内蔵メモリが 8GB なんですが、それとは別に32まで入れられるという。では、早速起動してみたいと思いますね。まあ、起動、あ、できない。できないそうです。はい。ちょっとこれ、充電してみたいと思います。ちょっと今、三脚がぐらついたんですけど、おいしょ。では、まあ、今回はここまでです。はい。それでは、皆さん、さよなら。まあ、10分ほど充電したらまた障害するんで、さよなら。